階にいる方はもちろん、2階の方にいる方も皆さん見えているので、一緒に楽しんでいってください。よろしくお願いします。はい、ロコスラです。ね、本当にたくさんの方が、来てくださってて、すごく嬉しいです。今日はね、土曜日ということなので、まあ、休日の方もいらっしゃると思いますが、いいお休みになるように私たちもパフォーマンス頑張りますので、よろしくお願いします。はい、そんな私たちフェラミンスなんですが、5月にライブツアーが決定いたしました。ありがとうございます。はい、5月3日に舞浜アンフィシアターというところで東京がライブを行います。ここからね、多分近いと思うので、ぜひ皆さんに来てほしいなと思います。そして5月6日が名古屋で、5月14日が大阪でツアーをやります。はい、まだちょっとね、まだ内容は全然決まってないんですけど、これからもっといいライブをできるようにちょっとみんなで話し合って決めていこうと思っていますので、ぜひ皆さん見に来てください。チケットの、先行受付が今スタートしていて、3月12日までなので、その後に一般発売も始まるので、ぜひお待ちしています。待ってます。待ってください。はい、はい、そして私たちフェリーズは、3月1日に14枚目のシングル「シンクロナイズド」をリリースさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、さっきね、1曲目に披露した「ザ・フェアリー・テイル」という曲はですね、このシンクロナイズドのカップリング曲になっているんですけども、そのもう一つの、そのね、A 面というか、メイン曲のシンクロナイズドという曲はですね、すごく、なんだろう、前向きな歌詞になっていまして、大切な人と離れてしまっても、気持ちはつながっているし、シンクロしているよ、そしてお互いの道で頑張っていこうという、そういう曲になっております。でですね、まあでも、一応やります。一緒にやってほしい振り付けがあるんですけど、多分初めてフェアリーズ今日見たよっていう方は難しいと思うんですけど、一応挑戦してみてください。同調律師凌駕するっていう、この何を言ってるかわからないと思うんですけど同調律師凌駕するっていう歌詞のところでですね、やってほしい振り付けがあって、まず人差し指を両手用意してください。こうやって、はい、やってない人を見てますよ。やってない人いるな。やってない人いるな。人差し指、ロッケンロー、このロックのところですね。ただ、いただきます。おにぎり、くるりん、ごちそうさま、ロッケンロー、人差し指です。はい、この、ゆっくりやるとちょっと簡単なようにも見える、簡単なようにも見えないか。こうやって人差し指とかやって覚えたら覚えられるし、すごく、脳みそが使えるようになるので、皆さんぜひやってみてください。じゃあちょっと早くいきます。せーの、人差し指、ロッケのいただきます。おにぎりくるり、ごちそうさま、ロッケの人差し指です。はい、いい感じです。もうちょっと本番は早いんですけど、はい、頑張って追いついて一緒にやってみてください。それでは聴いてください。新曲シンクロナイズド。シンクロナイズド、心と体を。
ました。ありがとうございました。はい、大きな拍手でお送りください。イジェリンでした。